オレンジラインはアメリカ合衆国テキサス州ダラスで公共交通機関を運営するダラス高速運輸公社が所有するライトレールの系統の一つ。ダラスフォートワース国際空港へと直通する空港連絡路線でもある。ダラスフォートワース国際空港と接続する新たな鉄道路線を建設する計画は1995年の時点で存在しており、 2000年2月にライトレールを延伸する形となることが決定した。建築資材の世界的な高騰を受けて2007年にダート全体のコスト削減計画が発表され、2010年にもダート全体の収益減少により延伸計画の凍結が検討されたが、連邦政府からの資金を投入することにより回避され、以降も工事が続行された。 そして2012年7月30日及び同年12月3日にグリーンラインから分岐しベルトライン駅まで向かう路線が先行開業し2014年8月18日に DFW 空港のターミナル A に隣接した空港駅が開通した。これによりダートが運営するライトレールの総延長は144.8。 キロメートルとなり、アメリカ合衆国最大の路線網となった。2020年1月現在のオレンジラインは、北部のプレーノにあるパーカーロード駅からダラス中心部を経由し DFW 空港駅までを結ぶ系統である。ただしパーカーロード駅 LBJ、セントラル駅間は平日の朝夕ラッシュ時及び深夜の未運行し、それ以外の列車は LBJ、 セントラル駅から発着する。パーカーロード駅 DFW 空港駅間の所要時間は95分、LBJ セントラル駅 DFW 空港駅間は76分である。この両区間を走る列車に加え、朝、夜の時間帯を中心に区間運転を行う列車が多数設定されているほか、一部の列車はパール、アーツディストリクト駅から、 グリーンラインのフェアパーク駅へ乗り入れる。2020年1月現在、オレンジラインの列車が停車する駅及び建設中の駅は以下の通りである。そのうち2012年以降に開通した駅については、ダーートが展開するプロジェクトの一環として、各駅の全体を機能性と芸術性を両立しつつ、多様性を重視した巨大なパブリックアートに見立て、 ダートや建設業者に加え芸術家が参加したチームによる設計が行われている。2020年1月現在、オレンジラインでは新たにループ12駅とヒドンリッチ駅の建設が進められており、校舎については2020年中に開業する予定となっている。ありがとうございます。